皆さんこんにちは。鉄道ビジネスカジュアルへようこそ。ところで103系という車両はご存知でしょうか？いえ、知りません。そうですよね。この103系車両、以前は山手線の主流だったことはご存知でしょうか？そうなんですか。今は銀色と緑の帯の電子レンジのような電車が走っておりますね。はい、それは E235 系という車両です。その昔は103系が主流だったのです。この103系、誕生して約60年、まだ生き残っております。まだあるのですか？どこにあるのですか？ JR 西日本が関西圏で運用する40両、 JR 九州が筑肥線で運用する15両の合計55両だけ残っております。そんな通勤電車のサバイバー103系を以下の点から語ってみたいと思います。103系の背景。そもそも103系はなぜ開発されたのでしょうか？103系は101系の改造版です。103系が開発される前、101系がありました。1950年代から1960年代は高度経済成長の真っ只中でした。通勤地獄が社会現象となり、首都圏などは 200% 以上の乗車率はザラでした。しかし国鉄では1950年代までは旧式の72系が主流でした。そこで高性能電車90系の開発に取り組みます。これが後の101系になります。101系という車両はどういったものでしょうか？101系の開発の当初は全て電動車というものでした。しかし全編成電動車にすると架線への負荷がオーバーして、架線を傷めたり漏電したり火災の原因となるのです。この101系が設備面と主電動機の容量不足で、今後の通勤線区に対して効果的な増備が行えないことが分かりました。これが103系とどうつながるのですか？国鉄本社では101系を通して通勤電車の問題点を1960年2月にまとめ、通勤用量産車両の製造へ舵を切りました。方向性としてはオール電動車と同じ仕様の高性能車と回生ブレーキをセットに考える方法と、電動機の出力をアップして MT 比、電動車、非電動車の比率を1対1にして運転する方法が検討されました。しかし回生ブレーキは時期尚早と見送られ、電動車比率を押させる方向としました。これが103系となります。どのように103系は導入されたのでしょうか？1963年3月先行試作車1編成が落成し、9ヶ月にわたる試運転を繰り返した後、12月より営業運転に入りました。1964年5月より量産車、黄緑色が山手線に配置され、1964年度で202両が製造されました。捻出された101系、黄色は中央、総武観光線に転出し、別途申請された先頭車2両を組み込み、10両編成で運用されました。それまでぶどう色一色から斬新なカラーとなり話題を集めました。103系の主なバージョン。では103系の主なバージョンをお届けします。詳細に触れれば2時間あっても足りないので、主なものだけご紹介します。1、非冷房103系。冷番台というと最初から1984年の高運転台まで指すので、もう少し細かくかつ大雑把に言います。細かく大雑把とはどういうことでしょうか？冷番台は当初の製造ロットから1984年の高運転台までを指しますので、冷番台は少し細かく、あまり深みに入らずご紹介するという意味です。初期車、1964年から1967年にかけて製造された計1039両が該当します。山手線向けを皮切りに首都圏各線区へ導入されました。この時代なのでもちろん非冷房です。特徴としては正面のでかいビーム塔1個、72系から受け継がれた換気口、丸いグローブベンチレータがついております。国電の代表のようなもので、頭部も真似しております。冷房車。1970年代初頭は私鉄が冷房車を導入するケースが増えました。国鉄側も、試作冷房車の試験結果を踏まえ、103系に冷房車を搭載。一致改良車を基本に当初から冷房装置を標準搭載して製造されたグループで、1973年に計258両が製造されました。当初、山手線、中央線快速、特別快速、および大阪環状線に投入されましたが、
関東にあった103系戦闘車が ATC 化するため、1974年に新生の中間車と組んで京阪神観光線に転属しました。中央線快速残存車は、後に中央、総武観光線に転用されて津田沼電車区に転属。さらに一部の車両は後述のリニューアル工事を受け、仙石線に転属しました。管理人は1970年代後半、1980初頭にて冷房。非冷房が京阪神観光線で混在した時、冷房車に乗るようにしました。駅の橋上のコンコースから階段で降りる時、冷房か非冷房かが判断つかなかった時、サイドに行き先方向幕があるのが冷房車であると判断がつくようになりました。高運転台 ATC 非 ATC 車、1974年から1981年にかけて増備された計1268両が該当します。区派103系は将来の山手線、京浜東北線の ATC 化に対応するとともに、運転環境向上のため高運転台が採用されました。変速103系、地下鉄対応車両、地下鉄乗り入れ用として冷板台と並行して製造されました。乗り入れ先各線は全て保安設備が異なるため、投入路線ごとに仕様を変え、新たな板台が起こされているのが特徴です。また地下鉄対応のため、通常の103系とは違い、貫通扉が用意されているのも特徴です。1000番台 A 段側では電気視聴波制御車の6000系が投入されましたが、国鉄では地下線乗り入れ用に設計変更された103系が投入されることとなりました。これが後々の千代田線の地下熱上昇を招き波紋を呼ぶことになりました。後年203系が開発され、この1000番台は常磐線地上用や地方用の単編成化の105系に転用されます。1200番台、中央総武観光線 A 段東西線直通運転用のグループで301系の増備車にあたります。1500番台、唐津線、筑肥線、福岡市地下鉄1号線現在の空港線直通運転用として、1982年に6両編成、4MNT9 本54両が製造されました。この103系が出た時はすでに地下鉄直通用の203系が出ておりましたが、筑肥線の末端部分は輸送密度が薄いため103系の投入となりました。国鉄時代改造車、赤字の国鉄が実施したのは何でもありの状態でした。旧国電の72系を改造した103系や101系などを改造して103系にしたものとか、いろいろと存在します。日頃頑張っている人、そろそろ休暇を取って自分自身の旅に出かけませんか？もうあなたは十分頑張ったと思います。自分にご褒美を与えましょう。アゴダならあなた自身でアレンジする旅がきっと見つかると思います。さあ、あなた自身の旅を作ってみませんか？詳細は概要欄に貼っております。今日のクーポン割引料金、アゴダだけの割引クーポンを利用してお得に旅に出ましょう。なぜ103系は令和まで生き残ったか。さあ、ここからが本題です。2024年にて103系がリリースされた1964年頃から実に60年経っております。節目節目で見ていきましょう。103系の JR での扱い。 JR へは3447両のうち3436両引き継がれたので、当初の JR は財政的にきついことがわかります。また国鉄時代に開発された201系は103系を置き換えるまでには至りませんでした。それは電気視聴波制御の車両が思った以上に高額だったからです。201系は関東の中央線、関西の京阪神観光線、総武線の一部にとどまりました。開示点火0時制御の205系により山手線の103系を置き換えました。また埼京線開業時の川越線電化開業の末端には、仙石線から呼び寄せられた72系から化けた103系3000番台も投入されました。東京首都圏を抱える JR 東日本は1990年代後半までは103系は生き残っていましたが、消費電力のかかる103系に早々に見切りをつけ、209系、 E231 系を投入して103系を置き換えました。
また JR 東海も東海道新幹線の収益力に物を言わせ、中央線名古屋口にあった103系を早々と置き換えました。しかし財政力の乏しい JR 西日本は103系の延命措置を行います。 N30、N40、体質改善工事というものを行います。数字は製造年から起算した経過年を指します。1996年以降、 JR 西日本は103系に対して後継の207系との落差改善並び徹底した延命を目的とした体質改善工事を実施しました。工事施工者の車番表記は国鉄時代のマルゴシック体、 JR 西日本独特の書体森沢新語に変更されました。 40N 体質改善工事は1995年度から2001年度にかけて129両に、 30N 体質改善工事は2002年度から2004年度にかけて48両に施行されました。改造点はご覧の通りです。これらの工事が令和まで103系が生き残るきっかけとなりました。考えてみてもそうなのですが、電気を食う抵抗制御の車両をなぜ温存しなければならないのでしょうか。それは JR 西日本の厳しい裏事情があったのです。JR 東日本は、走るんです209系のような、重量半分価格半分寿命半分をモットーとした車両を開発しました。車両製造のコスト以外に電力費や車両の保守などを抑えたトータルコストの削減を行ったのです。さらに自社内のニーツ車両製作所で車両製造を行うことで会社の資金が社外に流出することも抑えました。一方の JR 西日本は既存の車両に N30、N40 などのリニューアルを施すことで寿命を延ばし、新車製造を少なくすることで車両にかかる支出を抑える手法を取りました。この結果、ランニングコストやメンテナンスコストで不利な JR 東日本からは103系が姿を消しましたが、寿命を引き延ばした JR 西日本では現役となっているのです。また奈良線にある103系は山手線のオフルでした。先頭の車両が ATO に対応しなかったので奈良線に譲渡されました。また福知山線事故で207系の1編成がなくなったことで JR 東日本の武蔵野線の103系を成就しました。まさに西日本中古車センターとなったのです。ただ JR 西日本は車両について製造から50年程度で廃車とする傾向があり、103系の数も年々少なくなっています。ちなみに JR 九州の筑肥線に残る103系は地下鉄乗り入れ対応で登場したものの、すでにその役割は終えており、西唐津、筑前前原間を走るのみになっています。サバイバー、生き残っている103系を見ていきましょう。 JR 西日本万丹線、1998年3月の万丹線姫路寺前間の電化完成に伴い、同区間で本系列が投入されることになりました。需要とワンマン運転の利便性から営業用としては本系列初の2両編成となり、改造費抑制のために雲波103系2500、元5000、バンダイユニットから9本が1997年から1998年にかけて3500番台に区分改造され、網干電車区に配置されました。モハ102系の先頭車化改造が行われ、体質改善工事とワンマン化改造も施行されました。改造種車には状態の良い車両が選定されたため、製造の新しいユニットが中心です。加古川線、2004年12月の加古川線の電化に合わせて103系のワンマン化改造車3550番台の2両編成8本が125系新造車4両とともに投入され、薬人駅に隣接する加古川鉄道部に配置されました。車体塗装はエメラルドグリーン、青緑1号。 JR 九州筑肥線、関門区間以外の直流電化唯一の路線、筑肥線に103系が投入されたのは1981年です。玄界灘沿いを走る筑肥線は1983年に福岡市営地下鉄との直通運転が始まり、
合わせて名の浜、西唐津間が電化されました。この際、福岡市営地下鉄側では1981年の地下鉄開業に合わせて導入された1000系が用意されましたが、筑肥線側の国鉄は103系を新造し投入しました。1981年、1983年当時は201系が製造された年であり、また千代田線には直波制御の203系も投入されておりました。しかし筑肥線は駅間距離が長いこと、特に唐津川では列車本数が少ないことから、203系を投入しても大きな省エネ効果が得られません。そのため型落ち形式ではありますが、経済性に勝る103系を新造したのです。最後の新造103系の系列となりました。103はいつまで生き残れるか。さあ、この万端線103は221へ置き換われる噂があります。大和路線、大阪東線に新車が投入されると、玉突きで万端線にやってくるので、その時がもはや最後の103の牙城が崩れるのではないでしょうか。その103系ですが、2024年11月17日日、吹田総合車両所、大阪府吹田市にて吹田総合車両所車両撮影ツアーを開催し、103系青22号や他の留置車両の外観を撮影できます。詳しくは JR 西日本のホームページをご覧ください。